読売アカンお前サンタチーズ完封お笑いブリブリ采配負け。サンタナとオスナはあと3年契約延長が決まったからな。それぞれを900万ドル足す出来高、825万ドル足す出来高。今日は18時から見たから3時間無駄にしたわ。レーブはいい書もあったから全否定じゃなく継続してもよかったのにな。コツコツ当てていけっていう方針の阿部がキャンプから失敗だったってことが、丸も最初ダメだったけどなんかうまくアジャストさせた。初回バントに一死からバント、これじゃいつまで経っても勢いつかないよ。特別ルールで丸とヘルナンデスだけ打席に立つことできない。それくらいのハンデくれよ。ヘルナンデスいてこれってやばい。原時代にヘルナンデス級の途中加入の助っ人外国人がいたら優勝できてたのに。打線つながらないようにしたの阿部だよね。 W バンドバンドしてたらそりゃ打てなくなるわ。当たり前だろバーカ。丸がこれだけ出塁しても点入らないんだから答えは出てるだろう。ヤクルトかもにできねえなら終わりだわ。阿部采配は腹の奇策以上に失敗多いな。エンドランゲッツとかクソの極みも何もしなくていい。長嶋さん来ても打撃好転しなかったな。むしろずっと岡本4番確約を案に示した。悲しいが坂本も終わりが近いのかも。何時かは来ることなんだが、誰しもが去年のこの時期はもう自力優勝消えてたらしいぞ。役だけどホーム交換した方がお互い良いんじゃないの。選手のせいにするのはやめろな。誰のせいでもない。今の現状を作ってる原因は明らかに秋からの阿部監督。ご視聴ありがとうございました。